工藤公康監督、見事チームを日本シリーズに導きました。今日のハイライトです。まず1回、今日は先発石川の投球、内川がデッドボールを受けるというアクシデントがありました。これがね、嵐の幕開けになりそうかなという感じしましたけどね。で、井出穂はこのカーブに見逃し三振、はい、2回です。今日先発はホークスは中田健一、ワンアウト三塁という場面でクルーズを迎えます。はい、ここはバッテリーの呼吸が合ってましたよ ね、はい、フォークの連投で、はい、2者連続三振、高井を褒めてもいいんじゃないですかね。ここで展開するとちょっとロッテに行くかなというぐらいの流れでした。で、ね、今日も序盤、そして3回です。点が入ります。はい、ここでリベンジしてますからね、デッドボールの後。やっぱり嫌なはずですよね、インコースね。で、明石もよく走りました。点を先制します。で、その後2アウト1塁でショックでしたが、はい、このカーブですよね。デホの右中間のホームランテラスで2試合連続のツーランホームラン。やっぱりカーブで三振してますから、これもリベンジですよね。はい、3対0、4回です。ソフトバンク中田圭一郎はアンアウト1塁からですが、角中を三振、ゲッツーという形、キヨタマウト。多少4回はバラティーなシーンもあったんですけども、ね、助かりました。で、5回もアンアウト1、3塁、これはちょっとまあ不運な、ね、ヒットもあったんですけど、ね、最悪1点で止めたというのはやっぱり大きかったですよね。はい、鈴木大地をセカンドゴロ、まあ、併殺崩れの間の1点だけで、その後後続また立ったというところが大きかったです。はい、で、中田も7回途中まで投げましたが、ピンチを背負って、はい、その後二塁一塁から千賀ですが、ね、クルーズがショートゴロ、ダブルプレー。まあ、1点もやらなかったっていう ね、はい、さらに今江もショートゴロ。ここで点が入らなかったのって、これで結果的に言うと終わってしまったなという感じでした。はい、このままカットもやったら8回も投げましたからね。そうなんですよ、この辺がまあ7回の起用も8回の起用もレギュラーシーズンでは千賀はこういった起用はなかったんですけども。そうなんですよね、まあ、本当に盤石にっていう感じですよ ね、最後はこういったファインプレーもありました、今宮。そして最後はやはり沢手に指名ます、はい、指名させます。完璧でしたね。そうですね、まあ、これはもう描いた通りの勝ち方だったんですよね。3対1で今日のゲーム勝って、ホークス2年連続16回目の日本シリーズ進出を決めました。